溝ホウズキは、ハエ毒草か溝ズキ族の多年草。旧分類では、ゴマのハぐさかに含められていた。全体に柔らかく、毛はない。茎は、枝分かれて広がり、車上して、長さは10から30センチメートルになる。茎は四角になり、茎の下部の節からは白いヒゲ根を出す。葉は乱形、または楕円型で耐性し、上部のものは、無柄、下部のものは、 短い傭兵を持ち、傭心は、長さ1から4センチメートル、幅0.5から2センチメートル、先は尖り、円に、少数の巨子がある。下記は6から8月。上部の傭液から花柄を出して一毛をつける。花柄は細長く、長さは1.1から2センチメートルになる。額は緑色で、楕円体の筒状になり、基部から先に走る5本の量があり。 両には狭い翼ができ、先端は節形の5個の突起状の裂片になり、難毛が生える。果敢は黄色で、長さ10から15ミリメートルになり、額よりは、やや長く、筒状の神経になり、先端は五列する。有髄は4個あり、下側2本は長く、上側2本は短い。果実は長大円形の果てで、袋状に大きくなった額に包まれ、多数の種子が生える。 日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、山野の,の水湿地、湧水のほとり、溝などに生育する。国外では、朝鮮、中国、ヒマラヤに分布する。溝宝月の名は、溝宝月の意味で、溝辺に生え、額に包まれた果実の様子が、ナスカの宝月に似ていることから付けられた。ありがとうございます。